そば一つ X の、テレビと行いますが、ルールとかは特に決まっておりません。少々お待ちください。
あ、X のイベントはどうしましょうね。悩んでます今。キャラ情勢がダルシム、チュンリー、ブランカ、ベガか。何かあったらコメント書いてもらえれば嬉しいです。結構人数が少ないのでむちゃくちゃなルールでも OK。
うまく、まあ、めくりで避けたとしても逆に突っ込んでいくし、そこからバックジャンプしようとすることはガチかと思ってるんで、あれは踏みつけつかつなげはいい位置にいる。誰も知らなかった。やろうかね。まあ少ないから一人何体か持ってやりましょうか。あ、もうチーム戦で 2-on-2 だとこれダメだな、少なすぎるな。入って6人に考えたルールですが、これにしましょうか。16対16、1分間、あ、いいでしょ、OK。じゃあ、勝てね、デモ君が強い。本日のルール、6人しかいないので、3対3に分かれて、1チームで16キャラ使ってもらいます。5-6ですかね。はい、じゃあそんな感じでまずグッパーにしましょう。
それじゃあチーム分け、黒チームワンピー側に行ってください。一人来た。おお、じゃあ君は赤チームだな。赤チームで 2P 側に行ってください。黒チーム 1P 側でカードを戻してください。はーい、はい、僕も黒。よし、じゃあ16キャラいますので16キャラを、ね、4体ずつか、うん、割り振ってください。
はい、こんばんは、お疲れ様です。今日は、3対3のチーム、4対4か、4対4のチームで、16キャラ潰しです。はい、という感じなので、どっち、誰が出る、まだ決まってない、決まった、先方だけ申告で、はい、一斉のヒデガエル。え、で、そっちのじゃあキャラを教えてください。鈴鹿フェイロン、ちょっと見せて書き写しちゃいます、ちょっと待ってください。さあ始まりました、明けましておめでとうございますですかね。今書き写すので待ってください。あれ、ウッポー、ちょっと目を離してたらウッポーしてる。はい、じゃあ見ていきましょう。ヒデがいる。鈴鹿フェイロン、思いっきり埋めて、しゃがみキョーパン。ガイルとチュンリーはそんなに違わないと思うんですけどね。お、マニュアルボール、バカ野郎、なんでだよ。さあヒデガイル死んだ。フェイロンか、フェイロンに行けそうなの、何でもいける。これはちょっと考えます。まだメインキャラはね出さないですからね。そうだな、まあそうかな、行っちゃいますか。 OK、フェイロンやろうぜ。さあ、ミハルさんのまずはジャックナイフめくり、お、優しい。さあ、耐久がしっかり、それでおお、 DJ フェイロンやろうぜと。あのポエモンが全く興味のないジョジョを読み始めるぐらいの組み合わせ。さあ冷たい、リズムを忘れた DJ、 スライディング、スライディング、そうですね。 おっと、まあ、劣化3つ出ない、劣化圏の意味が全然、おっ、ナイス、ジミー。しかしジャックナイフが暴れて、エアスラ全て、まだだいぶ冷たいですね。はい、さあ誰が行くのか、 DJ にかぶせるけどあんまりいないですからね。結構いろんなキャラがやられてしまう。はい、これは確かにかぶせるか。新年 DJ フェイロンが終わって、はい、こんばんは、ヒデチュンリーでーす。さあこれは、あーあーあーあああああ、ずかずかずか、撫でて、あ、うまい。レーンキックはそれなりにやっぱ好きになる。おー、エスペラスだよ。さあこれはレーンガになる。さあここからどうする。さあチュンリーのゲージは溜まって、おっと、これはめくりに行った方がいい。どうする？あー、オッケー、これいいですね。それしかできない。
これしかできないが、それが正解だったりする。はい、これね、密着で当たるとこのあと絶対巡りに行けるんで、これなりに強いんですよね。あ、そうですね。さあ、これは落ちづらい。上上上、池も取ってるよ。しかし、さあ暴れて、巡りに行った。あー、ブブブブ、おー、えい、えい、チュンリーか、チュンリー困りますね。チュンリーやばいっすね。どうしましょう。さあ第3ラウンド、あー、これは投げて、お、いいですね。ジャックで切って、いいですね。欲望の中足欲望の中足投げて、今度は裏、おー、マジ。さあいいぞ。あー、ゲンで差し返して投げ返し、これはこれはミハル DJ あるのか。さあさあ、ずかずか露骨に歩いてくる、露骨に歩いてくる。でもそれが強い。あー、おいしい。ひで、ひで始めてやばいっす。ひで始め。さあどうしようかね。さあこれはスーキーがちょっと困ってるぞ。エッサスタで、なんとここでエッサが投入。ま、え、ジャンパン。エッサが出すの迷ったらとりあえず斜めにこすってコパン連打でいいっすよね。コパン連打がいいですね。あ、出た、素晴らしい。さあ、スーパー鈴鹿サガット F 鈴鹿、 F な鈴鹿。この組み合わせは、はい、ライブ S は有利、ライブ有利なんですけども、 DJ もまだいけないわけじゃないですけどね。まあ、一撃結構ありますからね、 DJ 側一撃結構重いですからね。一撃はね、一撃まではいけないんですよ。いけない、いける理由はこの辺の場合、はい、スライディングがちょっと面倒くさい。スライディングに対して動き足払いになるんですけど、はい、そこにスマットが入ってるね。あ、タイマーショットもスマットで受けられるので、あの端端でスタート強ショットをジャックナイフで受けて、その後に最初まで強ショットを打っちゃうとスマット食らうんですよ、はい、あ、なるほど。で、置き攻めが相模中立の選択を重ねることによって下がって動けない。その後スライディングまで連側で画面端まで結構押されるという感じですが、めくりにくいのが、まあ、難点ではあります、ね、まあそうですね、下がって背高いですからめくりづらいですよ。あ、さあこれは漏れて安い安い、え、エッサーなんて投げる方がいいですね。うん、そう、またスタートしたら歩いて投げ、しかしその歩いて投げを読まれてアパカナされると。さあ厳しい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 、どうする。うわー、早いなー、弾で飛ばせて弾で落とす、ひどいやつだ。これがエッサが、さあどうしましょう。ワンビー側、これこそね、かぶせるギャラがほとんどね。そうなんですよね。ネモシムネモシムネモシム、さあここでネモシムが、さあこれエッサが置いてるカードですよね。うえ、開幕欲望のアッパーカット。マルシム側で普段やってますね。まあそうですよね。やめてやらないとわかるでしょ。うん、このステージは下がっての方がね、有利に働きますね。あ、そうなんですね。早すぎて。あ、なるほど。しかしネモさんがいい具合に立ち回って、お互い技が使って、タイムスライディング、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 さあ、あー、よく落ちた。あー、引っかかる。いい例だろうと、続くはニンバリ。なんか普段あのボクられてるエッサガに俺倒してるねみたいな感じの、そんなちょっと素敵な意味が見られましたが、ガルジムちょっとだけ有利ですね。まあですよね、そこまで。さあパカ出させて、これ投げですね。いいですね。とりあえず投げが最大です、ガルジムの場合。うわー、これやばい。いや、服エッサガはね、あれキャンセルかかったんで。へえ。うわあ、バッチリ読まれてる。ダメか、どうしよう。ヒデル、あ、え、ニカさんの何、メキシコ
いや行くキャラないわ。エスケン、エスケン、三原さん。はい。横。ファイブル。これはね、エスケンが有利と。お。言われているカードです。さあ昇竜拳と。さあ S 同士の戦い。お互い打ち身がないので最大は投げの可能性が高いと。はい。赤パカードさん歩いてアッパー勝利できるよね。おお。センター無理です。はい。で剣の場合波が地獄車で画面走る、はい、あ、そっか、かなり強いですね。さあどうする、打ち合う。あー硬直つくね。わーあーえーピオッチャだ。ミハルさん頑張って。今のピオッチャダメでしょう。そうですね。ハイキャラも絶対出せないんで。あーやばい。あー見られてる。やばい、これこの前はまずい。縄跳びぴょんぴょんから、あー厳しい。これニカさん S サガットで同キャラ行く、行っちゃう。さあここで S サガ同キャラ。さあ S な鈴鹿に対して S なニカさんが投入されて、俺の方がド S だぞと。さあ青パン同士の戦い、お互い空対空で投げ、あーピヨって、最大チューチューアパカ。さあこれに鈴鹿さんちょっと苦い顔だが、うおう、あれいいな。さあ対空ダイヤシ踏まない。あーうまいですね、見てますね。さあなめピオで安い、なめぶきた。これ今のやばいな。おーっと、さあ上空対空で、うっ、あーやばい、ガードし続けると厳しい。あー見られてる。最大が、あー厳しい。もう一回、もう一回、ニカさんもう一回らしい。ニカさんもう一回、何ホンダ違う、キャミー、ニカキャミーいけんのかこれ。さあグランドがいけんのこれ、ニカさん。あ打ち、さあ縄跳びピョンピョンから、うーダイヤスタイク投げられて画面端地獄、どうすんのタイガー、う上が出ないがフォロー、チラシ差し返してエンジン、おー最大キャノン、これは来てる。2回転キャミー。さあグランド、あーぶね。さあダイヤシーかくって踏まない。さあ最大、うっ、相打ち、いやー立ち台キックタイプあれ最高だな、早えよ。あーこれはしょうがない。こうなるとエッサガが厳しいが、うっ、うっ、ひよりち熱い、うっ、うまいな。さあうわーいい体育、なんとここで S 鈴鹿を止める。さあ 2P がどうする、もみょう何時か、さあ 2P 側
どうする感じかな。もみおさんなのか。もみおさんが行く。もみおさんの DJ、 もみ DJ、 もみ DJ 来ました。さあ開幕フーリがまだねめくってる。試合終了。ああ欲望すぎるだろ。さあこれ愛知、うん、マジ？あれ負けんのやばいわ。あー踏まない。さあ中圧差し返して、あいうち、あー上は見ている。スパコンは出ないが、あーめくってる。さあどうしよう。さあ秀流に頑張ってもらいましょう。あ、忘れてた。さあ秀流やれるのか。ってから本当止まりますね。花が少ない。おおお。ああ。普通に表なのがやばい。おお、リス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 。ダイヤ次第勝利はやりすぎです、ね。あ、お疲れ様でーす。本日は全キャラ潰し。東西戦4対4でございます。16キャラなので、なんだ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 なやばい、のぼり強キックそば一つみたいですね。対空に自信がない人はみんなロケットやる。なぜ昇竜。さあもみおが、もみおの DJ は普通に強いからね。いてー。さあ第2弾真空も最後持って、真空飛ばれてぴったり飛んでいる。さあ秀竜ダメだった。どうしよう。残機、ネモ残機です。さあワンポイント、これは勝ってもらいたいところではありますね。さあ歩いて台足当てたが、あいつらもものすごい離れている。さあ見てからぐるぐる回って、遠距離で避けるときはピーラリの方がおすすめです。さあもみおがうまいね。さあ今のジャンプ中パンチはダブラリ潰し、あれを食らうと DJ の場合気を出せることができる。おーっと手に入ったぞ。あんのか。うわー、そして露骨にめくってくる。あ、そんなんでピヨンの反逆キックエアフラー、あれほとんどピヨンないですよ。この下がる DJ をうまく追っかけて画面端まで行ったら、あとは農業をするというのが理想形。さあ台足、ギャラの相性を本当にうまくやっていくしかないです。さあ壊しマシンガン、今日はあの結構
他キャラ使いが少ないんで、逆にぐちゃぐちゃになって面白いかなと思います。さあスライディングもらった。さあネモがじわりじわりと体力奪われて、ダブラに出ないぜ。おお、ロスクリーン露骨。逆に露骨が OK。 さあその後ガード、あそこはねピーラリを攻めるです本当に。さあエアスラを吸い込んで、あー、ファイルで妥協しようとしたら、おお、さあ噛み合ってるよ。さあいい、これうまい。相手のスライディングに対してダイヤシを合わせたいんですよね。うわー、ピーラリが攻め、ピーラリがいいよ、ピーラリが。うわー、あと一発、こうなるとイヤスラ終わってしまった。惜しかったな。出すキャラがいねえぞこのゲメインキャラ出してもいい気がする。で準備、うん、でそこに鈴鹿バルドが入ってくるじゃん、負けるじゃん。よいよいよ、厳しいな。カムセル入ってくるからね。まあ、チュンリーがメインキャラでいるというのは相当心強いので、早く決めろや。さあこれはどうなのか。負けるなよ。おい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 。さあ、お、運よくなんか画面端に追い詰めた格好になってる。あのゲンキックがね強いですね。そばっとで避けられない技その1なので。あ、クーペから来た。クーペどうなんですか今。プレレーションカップを終わった組が何名かもうバーサスに来ておりますが、タコーマンとか来てる。おお、本当にメインキャラだったこれ。さあジャックナイフ全ぐらいからマシンガンで、あ、やそやばいやばいやばい、やばいよ、さすがに勝てよ。あ、めっちゃ優勝。なるほど、最近やってないのすごいよね。さあさあここで前段ボンボンヘイル。まあ、DJ もう飛ぶしかないですね。なのでそれをいかに落とすか。そして打ち合ってるとゲージが溜まるのは圧倒的に準備が早い。さあ下がって、おー、あぶー、あーナイスでしょ。危ない危ない危ない。ゴミオ DJ が嘘みたいな活躍でだいぶ抜かれてしまいました。どうするんですかね。チュンリー迷うよね。チュンリーにかぶせるキャラあんまりないですからね。まあいるんですけど熟練度との話になってきますね。エースホーク、うん、だと思った。このキャラはやっぱ強いですよ。さあ中足ペチッと当てて、おお投げろ投げろ投げれ投げれ投げれ。エースキャラは投げなさい。はい、オッケー。お、オリオンラッシュカラーメン
サードを終わらす、変わんないですから、だけで大貫くんがこの世にいる限りは終わんないです、大丈夫。おっ、おお、いや今のはちょっと勇気ありすぎでは中圧するさあ、いい勝負されてる、あーばばばばばなぜか飛んでくる。さあ、これがね前に飛ぶな、やり直す。さあ、どうする、トマホークね。お、ジョーさんが何使う？いや、本田はね、ニアさんなの。お、ジョーさんのウーパーリュー。さあ、久しぶりですね。それがゾウ。流線はかなり得意ですからね。しかし列流は若干違います。いつもなら間に合うジャンプ中キックとかが届かなかったり、流側に逆にロケットやされたんで結構めんどくさい。その代わりやっぱりこういう状況で歩きなきゃめっちゃきついですよね。なんだ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 、おおーおお、あー受け身がない。さあどうする、戦列あるよ、時間がなくなってきた。あー危ない危ない、対空ミスったら死ぬ体力ですからね。さあ筑波嬢さんは出が使え、マブカペのね、ワンのプレイだった。うぇぇそして戦列で詰まされた。さあ、竜を殺してスズカバルログ、やっぱ来ましたね。さあ、バルログはそれこそ被せるキャラが全然いないので、こっちも頑張るしかないです、はい、おっ、こっちはメインキャラだぞと、はい、うわー露骨、おゆーこれバルブ入んねえから、あー鈴鹿いい顔してるよ。おいくら簡単なキャラとはいえやっぱ熟練度ありますからね。おお、選手を食らってゲームが入って、投げから100列100列上りで対空。さあ普通に厳しくなってきたぞ、負ける要素がないとか言ってますね、調子乗ってますね。まあメインキャラ出すもありかなと思いますが、チュンリーに行けるキャラはやっぱ少ないですからね。ヒデチュンリーが1ラウンド取ったのでスタートボタン押してください、スタートボタン押してください。さあ誰が出る、キャラは何する、さすがにいけないキャラが多すぎる。おお、ホワイトさんじゃないですか、どうですか。ラウンド1ファイト、というわけで、さあスクラゾーンのバイソン、バイソンチュンリーは完勝になってるんでしょうか。
もそんな気がしない。さあ何かにクリージー刺さってする未来が見える。さあこれは一時でしたが安定ですからね。飛びが入って投げる。おい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 、ニーヤさんが嬉しそうなのがカメラに見て炸裂が強い。さあホーマー大足、これは危ない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 。さあヒデはじめ、ヒデはじめがテレジー注意よ、テレジー注意よ。あーやべー危ない。あわー中足ペジット当たったが、うわーここで全然今のは怖かったですね。スクラジオバイソン相当冷静に立ち回っている。さあ端っこ、ここですね。こうなるともう気候圏のゲロック、目の前で消える恐怖光圏に苦しめられることになる。百裂、さあそして気候圏。さあバイソンが死んだ、誰が行く。さあ誰が、誰が行く。お鈴鹿ダルシムしか残ってない。お鈴鹿ダルシム、ワンピーワーはこのダルシムに全力ですね。相当全力が出せる布陣になっております。ネモブランカ、ミハル、ゲガー、2回転バイソン、2回転ホンダ、この辺も全部出せます。さあヒデが先ほどはなんか18対18で7本選手2回やった、18対18で鈴鹿が勝ったらしい。ああいいバターとか言ってるけども、ただのぶっぱなしです。ただのぶっぱなしを当てといて、いいバターはやばい。さあそれで今のお前ぜ鏡からさあ掴めない。おーっと重ねはスイングウェルのファイヤー。はいバカ、全リータイダルシム、ここは大きいですからね、お互い負けたくないでしょう。チーム的にもダルシムとチェンリー相当ポイントゲッターに投げるから、現在のところヒデが5連勝中。さあおお突っ込んでインフェルノが出ない。インフェルノ出てたら死ぬんですか。おお突っ込みすぎた鈴鹿ダルシム死亡。でかい、終わった。ニーヤーホンダ、モミオブランカ、ニーヤーガイル、ニーヤーケン、モミオザンギ、ジョーキャミンとジョーベガカ。わー来ましたね、これ無理ですね。お疲れ様でした。さっさと出せばよかったのに。えいドン、おーテンション裏表どっちでもいいというやつ。さあいきなりホンダが苦しくなった。めくりに行っちゃうとこの後しばらく苦しいのが。あー画面見てください、若干百裂。おおーなんか勝ってるぞ。ヒデが対空ミスんで、おーなんで飛ぶんだ、電車当たっちゃった。かなり遠くに落ちたのでスタンかなと思ったら当たっちゃいましたね。さあ開幕はジェンリー様を引きつけて100巻もらった。めくりが来る、おーいっちょ、おピヨッタ大足からの、お
あそこ裏に100万を重ねるのがいいと思うんですけども、トナメルさん、おー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 おお、飛行機撃つなよ、よし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 、いいよいいよ、いや削っとけって、さあニアが、うわあ目の前に着地して、なんという強心臓、なんかで落とされた、あー超高いやつ、100巻死んだ、あーさすがニアホンだ。さあヒレチュンリーは活躍しましたね、仕事したぞ、ここどうしましょうかね、あーホンダな、あんまりいないんだよな、ホンダ、ブランカ、ホーク、ヘイロン、バイソン、ベガ、バルログ、迷っていいですか、ホンダかトイドンキャラ残ってないんですね、個人的にはブランカですね、ブランカ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 はきついと、まあね、このバルログとか出してもしょうがないんですよね、これバルログが無理、僕がバイソンで行くか、はい、エモ君がブランカで行くか2択です。じゃあバイソン、エモさんがあんまりビジョン見えないっていうことだと見たさんかな、お願いします、さあさあここで2回転バイソン、ワンピーがね、ニカバイソン負けると超やばいんですよ。さあ、運命の対決、さあ、4WD から、うっ、マイアルティが怖い、うっ、相打ち、これは悪くない、アンドビからヘッド、さあ、あ、よくジャンプした、あ、今のはおそらく無双を引きつけて返そうとしたが当たってしまったってところか、さあこれはいいですね、確定削り、わー来た、やばい、どっち、もう一回、うわあ、欲望の百貫百貫、さあ熱いぞこれ、どうなる、うわあ開幕歩いてくる、この圧力、覚醒削りから、さあこれは5ヒット入るが、これはまあ美味しいでしょう、バコンで削って、これは逃げる、さあコパン力の速い2回転が、あ、これはおいしょで、どうなる、わ、ヘッド、よく出した、ヘッド勝ったのは2回転、これはでかい、さあこうなると 1P 側厳しいぞ、あ、違う 2P 側か、残るは 2P 側、ベガ、キャミー、ランギ、ケン、ブランカがいる、対して 1P 側はホンダ、ブランカ、フェーロン、バルログ、ベガ、さあジョーさんのベガ、ジョーベガ、さあさっき負けたとニカさんが言ってるが、さあ中パン中パン、ヘッドで寄せて、さあゲージ溜まった、ゲージ回収が早い、さあこれはガード、痛いかパンもらって、これは死にかけでしょう、さあ第2ラウンドはオタが様子にグランドもらって、
手前グラウンドからさあ D もらって今度はヘッドで、あっ撫でたのは2回転、ごちゃらせるのは1回で十分と一旦距離を離す、踏んでこれはお互いにちょっとまずいがこれはなんとか踏んで、さあこれはガードヘッド、わーこれはどうだろう、熱い、わーなんとジョーさんの気合が伝わってくる、さあヘッドで落ちて、さあゲージ回収を先にしていく2回転、さあ中足踏んで、いいですねジョーさんの攻め方がうまい、さあこっから欲望の2択、うわあ台足がこれは使ってスーパー振りまくるが遊びは失敗、ちょっと早かった、今のアントニミスはちょっと痛かった、ここでモミオダンディ、さあ中段この圧力、おい惜しい、これは削り角でしょう、さあこれは2回転が、さあうまい、大足の差し返しに大足をハハって、やばいやばいやばい、振って、あこれは死んだな、こうなるとしょうがない、さあ第3ラウンドはどうする、うーっ、いやー大足大足中こわ、あーループしていく、あー死んじゃう、アドビバッチリもんで終わり、最後は名前の通りネモさんかな、ネモブランカ、さあこれでモミオさんにかぶせる形でネモさん、ネモブランカが投入、ミカさんお疲れ様でした、ちょっと見てみると、はい、ろくでもないキャラしか残ってないですね、そうっすね、さあ体力負けしてるのはなぜかブランカ側モミオが超うまい、あぶねえ、これブランカがどうすんの、ダメージ取り返すのかなり確定削りにはでもしょうがないと判断したが、レイキャンジャンプを使い倒してますね、おお。ちょっとめんどくさい、あー1、あーうまい、あー通らない通らない、うめてこれブランカー負けるかなりやばいですよ、ワンピー側きついね、まあでも本体中いますからね、あーやばい、危ない危ない、 OK、 いい体育、中パン体育いいですね、さあここから確定削り、ダイエットされると、はい、スクリュー入っちゃうんですよ二択か、なのでそこはブッシュバスターでなんとかしたい、あーなるほど、垂直ダイパンか、垂直ダイパンだったらね全部 OK、横に長いので圧力やばい、おうまい、これですね、これですねそれより遠かったらもう手を出さない方がいいですね、そうですね、怖い怖い怖い、こっちに爆捨てするとか、あー噛み合った、いやー今のヒヤッとしましたね、歩いてくる歩いてくる、あーあーやばい、やばい、おーあーやばい、体力がやばいよ、あーマジかこれ、ネモブ
が死亡。2回でホンダ、ね、あ、フェイロン、レモンフェイロン、やべえ。やべえぞこれ。作戦合ってたんだけどね。うん、もう残っメインキャラはジョーさんしか残ってないのか。そうですね。あ、ジョーさん使ったわ。メインキャラ残ってないわ。あ、チャンスチャンスチャンス、打ち返し。全然チャンスの予感がしない。マジか。チャージやばいって。あ、レックはね、やんなくていい。あああミドルやばい。これはまあ、まあ、しょうがない。おお、どうなる。うわ、下がれない。レンチャージャンプから、あ、やばい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 。やばい、なんとかかかった。さあどうする。厳しい。さあ、うわー、うちはよくました。ジョーさんがうますぎる。おお、2発目ヒット確認できず。ホンダか、ホンダかな。ホンダ1個ね、エア剣が待ってる。そうなんですよね。めんどくさい。はい、まあ、お願いします。あ、そっか、みはるさんこっち残ってるんだ、ベガ。熱い。うわー、やばい。リカさん、さあ、リカさんも変なものをもらわないように必死。危ない危ない危ない。なんだこれは。うん、怖い怖い怖い。レンキャンジャンプから、これは相打ち。あー、なんだ、あそこで立ち台出してた。まさかこのフリカード、もみおさん勝ってしまうのか。うわー、やべ。あっ、うわー、免れた。あっ、死んだ。なんとフリカードを、はい、ダメだってザンギは。まあ、残すところ S トーク、ベガ、厳しくなってきた。さあ、おーい、今日は卓になるので、そうそう、その場合でチクッとチクッとやる。なんとなくローリングクリスタルやめて。うわー、おお今日出したらパンチボタン押す。パンチボタン押す。あー、やばい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 。すーすー、みはるさん好きな方で。ベガで、ベガでダメだったらしょうがない。もう美容が強すぎる。ピンクです。ピンクピンク。いやー、こう、あの、ちゃんと考えとくべきですかね。もみおさんぎ対策、もも君がやられたらアウトだった。しかし、まあ、みはるさんのメガはさすがに OK。 でかい、でかくはないけど、細かいけど OK。 レンキャンジャンプがめんどくさい。おー、ちょっと、さあ
からのガードスティール、一発ぐらいはくれてやると。おお、いいタイプ。さあ、あとは怖い。うぅ、なんだぞ。上注意、上注意。さあ、うまく削れ、待ってればいいですよ、待ってれば。ナイトメアル、おお、しよ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 し。怖い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 。お互いメインキャラを残せなかったという荒れ模様ですね。早めにね、チュンリー出さざるを得なくなったとかいろいろ理由がありますけど、ね、こんなピーラリだった。あー、うまい。今のはとてもうまいですね。三原さんも垂直ジャンプになっちゃったからね。うまい。2回目はさらに踏み込んで飛んでくるスクリューが入って生殺してくるスクリュー。すげえ、もみよが6連勝。さあ、ワンピー側最後の切り札、ニハルエス東北。なんで6連勝ってやばくないっすか。このキャラね、あんま強くない、あんま弱くないと思うんですよね。いや、弱くはないと思いますよ、ザンギ。おお、出るよ。あー、うわ、もう、さあ、ニハルエスホーク、マジで来たことがないというか、しょうがなく選ばされた感じなので、最後まで残すべきではなかったと思いますが、うわー、厳しい。なんだこれが立ち回りで殺そうとする。おーおー、あらららららら。あー、悲しみのダブラリアまで。まあ、やったことないと無理ですよ、これは。おお、エルトバからいけるわけないからね。おお、あるよ。さあ、モミオがなんかカッコつけようとして負けかけてるぞ。ダブラリが入って、うわうわ、よくなって返したか。まだ基礎力あるからね。うわー、アウトだ。うますぎた。スーピー側勝利でございます。おめでとうございます。もみおダメ、これデキン強すぎる。デキン勝ったのはもみおニーヤ、スーパー女王鈴鹿チーム、おめでとうございます。 お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。いや、もみおさんヤバすぎだわ。じゃあ、まあメンバーがなんか増えてるので、のじややっていきましょう今日は。はい、お疲れ様でした、参加ありがとうございます。縦受け身の後スクリューは確定しません。フォーク側が先に動けるのでバックジャンプコントロールとかでも大丈夫ですね。今ちょっと重ねに行っちゃったので座りちゃいました。
We'll be right back.
Oh!
Come on, man!